アマ MMA における腕座三角型の一種、下からの表三角型腕座三角型は、相手の肘を極める、柔道、総合格闘技等における、関節技で、アームロックの一種である。三角締めを仕掛けるような状態からのアームロック。両足の中の相手の腕を極める、外の相手の腕を極める、相手の腕を伸ばして極める、ひねって極める、様々なバリエーションがある。 行動官や国際柔道連盟での正式名。アイフでの別正式名三角形、UH 三角があめ。アイフ略号サージェント。現代かな遣いにより、腕ひしぎ、三角形めとも表記される。英語では、トライアングルアームバー。別名はサミ役、松葉官、松葉型、三角官、腕座松葉型。1921年。 金三谷一兵衛と早川勝らが二葉松の松葉のように両足を伸ばしての極め技、松葉絡みを開発後の三角絞りや腕座三角型と知られる松葉絡みだが、当初は関節に、つまりは腕座三角型として使われることが多かった。表三角型は全三角絞りからの腕座三角型。代表的なのは腹部を張って、 体全体で反り返るようにし両足の中の樹の腕を腕座十字型と同様に極める。腕座三角固めの原型で両足が松葉のような形態の絞り感が発明された1921年から5年後の1926年の書籍、新式柔道にすでにこの片足首と片膝裏で両足を組む形態が写真付きで紹介されている。相手が首を引き抜こうとして、 腕を伸ばした際に、そのまま極めることも多い。プライドのリングでは、アントニオ・ホドリゴのゲイラが、マーク・コールマンに、この技を極めている。2007年3月12日のヒーローズで、微動車王林・ヒベイロも、上山隆起に、この技を極めている。映画、柔道の神髄三船銃弾ではこの形態と両手で、相手の手首を持って、V1 アームロックのようにひねる形態を三角。 片腕座と呼んでいる。両足の中の樹の腕を腕座腕肩と同様に極める形態もある。他に両足の外の樹の腕をチキンウィングアームロックのように極める形態もある。横三角肩は横三角絞りからの腕座三角肩。両足の外の樹の腕を腕座十字肩やチキンウィングアームロックや両手で持っての腕座し方のようにひねって極める形態がある。 両足の中の樹の腕を片手で押して、伸ばしたり、ひねったりする形態もある。あと三角型はあと三角絞りからの腕座三角型。両足の中に入った樹の腕を腕座十字固めのように極める形態がある。腕座三角固めの原型が発明された1921年から5年後の1926年の書籍、新式柔道にすでに写真付きで紹介されている。 映画、柔道の神髄三船十段では両足を通常とは、左右逆に組んだ形態を腕型腕座の名称で紹介している。縦三角絞りから極める腕座三角型もある。下からの縦三角絞りから、両足の外の銃の腕を、チキンウィングアームロック、ストレートアームバーに取る形態などがある。米海兵隊員による腕座三角型の一種絞り感の、 実演絞り感は肩絞りからの腕座三角肩。柔道かわいしメソッドでは、原型のように両足を伸ばし両足の中に入った樹の腕を腕座十字肩のように極めている。そもそも込み技法上四法肩にも三角肩、横三角肩があるがそれらとは別の技である。ありがとうございます。